今その反原発、その原発立地の問題とか自然エネルギーの問題とかっていうのが一つ重要なんですが、先週高木学校の人が別のシンポジウムで言われて、その時も質問したんですけども、原発によってセシウムとかソロチウムとか出てですね、で食料が相当その汚染されてるんではないか、で肉とか野菜とかももちろんですけども、個人的には海を最後のですね、横須賀も岬とかいろいろありますけども、海の食べ物が汚染されてるんじゃないかということで相当危機感を持ってます。で私妻がもう身を守なんで特にちょっとそこら辺に危機感を持ってるんですけども、グリーンピースなんかがその調べたらですね、そういったものが結構汚染されてるというのを独自調査で分かってるということが出てて、でそこに電話したらその、一応小売店とかにですね、そういったものを調べるような機会を置いた方がいいんじゃないかという話もしたらしいんですけど、結局その国とかがそういうことを求めてないんで今は考えてないみたいなことを言われたそうな話をしてました。で世田区としては結構その88万人も住んでいる、もうほとんど政令指定都市なわけですけども、そういう中でですね、そういったその食料の汚染に関してそういうその小売店とかにですね、ゲルマニウムセブンなんたらっていう、そういう食料汚染を調べるようなことができる、機械とかをですね、置くことを、できれば義務化みたいなことをするとかですね、そういったその食料汚染のですね、で、その人がその影響を受けないような施策っていうのをですね、取ってもらえないかな。で、世田谷がそういうふうに動けばですね、他の横浜とか横須賀とかですね、私は横浜に住んでますけども、そういったところも、それを見て動くと思うんで、そこら辺のちょっと施策についてちょっと教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。もう答えていい？あ、どうぞ。はい、はい、今言われたその原発事故の、放射性物質による、汚染、これをどういう実態なのかっていうのは、実は区長選等には東京も新宿に1箇所その測定器があるだけで、その数字を発表してたんですね。でこれは5月に、世田谷区内 その測定をしようというのを決めて、で、その決めた当時はですね、要するになかなかこれはその国の仕事じゃないかとかね、東京都の仕事じゃないかとかっていう声もあって、スムーズにいかなかった面もあるんですけれども、次第にですね、これ23区区長会っていうのがあるんですけど、そこで、やるようにっていうふうに求めて、東京都にもそれが伝わって、東京都は割と簡易な測定器でしたけれども、それを自治体に貸すということを6月になりました。で7月で5月に世田谷区としては独自に調査することを決めたんですが、機材が手に入らなかったんです。結局7月になって学校とか保育園とか公園とかっていうのを全部測定して発表していくっていうのをしました。でやっぱりその後問題になったのは、やっぱり食の安全ということでいうと、給食のですね、せめて産地はわからないのかと、で給食は本当は全部、測ってほしいという、声が強く出てきました。で結局給食は世田谷区の場合自校方式といって、全部学校ごとに作ってるのが大半なんですね。60数箇所でそれでやってるので、なかなかその全部で測るの難しいので、じゃ産地表示をしようということで、その産地表示を、しました。で保育園も保護者にメールで送るという形でその始めましたけど、なかなかですね、これ区長だからといってすぐにやろうといって翌週から始まるみたいになかなかいかないところがあって、ちょっと時間がねかかってしまったっていうのがあるんですけど、そういうことをしています。だから今のご質問 その小売店のレベルで、そういった測定器を置けという前に、せめて区役所とかですね、何箇所かのこう88万人ですから、何箇所かのその地域に置けないのかという話があって、これは現在、検討しているという
ところにね、あの小売店ごとにってことじゃなくて、でまあ消費者庁の方で測定器を自治体に貸し出す事業っていうのが、まあ、始まってるんですね。9月6日に一応募集を始めたんですけども、まあ、そこあたり申し込みながら、まあ、今まさにその昨日まで組み手があったんですが、そういうところでもそういう議論がされています。だから今のところその小売店にそのという前の段階ですよね、その区にそういった測定の施設がないので、せめてその区で、作れないのかということに対して、まあ、それをテーマに、準備をどうするかという話をしているという段階です。すみません、一つだけちょっと確認、あの外側カウンターではなくて、あの食料品用 の、 あの機械を区で設備しようというふうに考えておられるという理解でよろしいですか。はい、ありがとうございます。はい。